道の駅大牟田です。すごく気持ちがいいな。わあ、いいね。美味しそうね。ほら、こっちこっち、散歩コース。うん、すごい。皆さんこんにちは、家なし親子の関達也とくーちゃんです。28日ぶりにくーちゃんと一緒です。まあ、あっという間でした。寂しすぎてあっという間でした。はい、今日はですね、福岡の最南端の大牟田市の道の駅に来てます。道の駅大牟田です。久々の散歩動画を撮りたいと思います。昨年2020年の7月からキャンピングカーで娘と回っておりまして、今回のテーマは要注意のコインパーキングについてお話したいと思います。僕の注意不足もあるんですけども、ちょっと表示が怪しい駐車場がたまにあります。2つありまして、1つはですね、太宰府の駐車場です。太宰府天満宮のそばにたくさん駐車場があるんですけれども、1日500円とか出てるんですよね。もうそこは結構満車なんで、少し太宰府駅から離れたところで駐車したんです。でそこがパッと大きく書いてあったのが24時間500円って大きく書いてあったんで、あ、ここラッキーと思って、止めて、で太宰府駅からですね、天神の方に出てまして、で結構7時間ぐらい経ってから戻ってきて、もう500円そのつもりだったんですよ。そして料金を確認したら、なんと4200円だったから。ダメじゃん。ガーンと思って、でよくよく見ると、土日祝日以外は通常料金と書いてあって、もう60分何百円という金額が適用されてました。でその日が日曜日。さ、もうちょっとでかく書いてます。そう、もう少しでかく書いてほしかったんですけどね、もう24時間いくらって大きく書いてあったんで、まあもちろんちゃんとね確認しなかったのはあるんですけれども、少し小さく書いてあるっていうところがちょっとね。ともう一つは、奈良のアドレス提携のゲストハウスに泊まった時ね、あの雪が降った日覚えてる？ あの日なんですけど、太宰府で起こった反省点を生かして、土日は別料金があるんだということが、まあ、学習しまして探したんですよね。そしたら奈良市の駅周辺っていうのがあんまりコインパーキングがそんななくて、でようやく、まあ、見つけたんですよね。そして一泊して、次の日、まだ24時間経ってないんですけど、次の日行ったら2400円でした。当日最大料金だから24時間じゃないっていう、またやっちゃったよ。まあ、24時間以内じゃなくて、1日いくらだったかな、表示が。ちょっともう一回調べますけど、要するに日が変わったら別料金ということで、ちゃんと看板見ろやいいから、というところも注意。日が変わるとまた料金がそっからスタートして、そっからね、どういう計算だったかな。分かった分かった。1日はその日終わったらまた別追加されるからみたいな。すぐも、うん、何、これちょっと虫が寄ってて、いきなりこんななって無理みたいです。というわけで、皆さんも駐車場を止める際にはですね、土日除くとか当日という表示には
気をつけられてください。違う違う違う、それ看板見ろって言った方が絶対いい。看板みんな見てるじゃん。くーちゃんから、はい、パパは土日とかには気をつけてくださいって言ったけど、看板を細かく見た方がいいってことなので、看板を皆さんは止める前に細かく見て止めるようにしてください。よろしくお願いします。ということで、今日の散歩動画はこれで終わりにしたいと思います、うん、じゃあねー、じゃあねー、バイバイ。うん、すごい。八代方面に出発します。イエーイマイクマイクマイクポチン、イエーイ。見えてない。You said let me tell you everything I've seen, the friends I've made.